1975年当時の金棒スモト工場、レストラン、タイムアフタータイム級金棒スモト第三工場、機関室アルチザンスクエアとスモト図書館級金棒、スモト工場減免倉庫スモト市民広場は、兵庫県スモト市にある都市公園、スモト市新都心ゾーンの中核をなす公園施設である。園内には近代日本における有数の宝石工場であり、 近代化産業遺産に認定される旧金棒、洲本工場の赤レンガ建築群が残され、図書館やレストラン施設として再生されている。東京に本社を置く金ヶ淵宝石は、淡路宝石を買収して1900年に、兵庫県津南郡洲本町の内細区町で創業を開始した。その8年後の1908年に、同町潮屋に20ヘクタールの土地を確保して、 工場を移転する。昭和初期までにすべて赤レンガ建築の第1、第2、第3、第4、第5工場が竣工これらの工場跡地が20世紀末から21世紀初めにかけ、洲本市新都心ゾーンとして整備されている地区にあたる。当地区における整備計画推進にあたっては土地所有者である金棒と金棒電子の移行を受けて、 樹木の保存を最優先している。地区内にある赤レンガ建築群は経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。ありがとうございます。